もういい加減気づいてください。暗号資産系のネットワークニュースはダメなんだということですね、はい、特殊商法も違反だし資金商法も違反だし、うん、暗号資産でこれ投資したらもっとも儲かる、これはないんですよ。ネットワークと仮想通貨はありえないってことですね。ありえないです、うん。ネットワークビジネスでもいろんなこう商材が出てきていて、ここ数年ぐらい暗号資産、仮想通貨と MLM の仕組みを採用して出資者を募るじゃないですけど、お金入れとくだけで要は月利何パーで回って、でそれをじゃあ紹介することで紹介の手数料も入るよっていうビジネスがたくさん立ち上がっては消えっていう状況だと思うんですけども、最近ではマイニングエクスプレスとか、まだ持ってるんだね。ね、アド2プロとか。アド2プロとか ね。まあまあ、全部飛んでったよ。もう何度も何度も騙されても、次こそはって、ないの。これをやる人の気持ちになってみると、こうお金をそれに入れるじゃないですか、で、別に今までネットワークの経験があって、紹介出さないと、要は収入って入ってこないじゃないですか。でもそこに入れておくだけで、お金がそのウォレットの中で増えていくのが、要はわかるらしいんですよ。なので、もう紹介出さなくても、こんだけ増えてるよっていうので、紹介を出していくらしいんですよ。なわけないでしょ。そのウォレットが嘘なの。ね、みんなそのウォレットを、嘘ウォレットを作るの、で。そこでめっちゃ月利十何パーとかね、なるわけがないの。それあなたお金出しただけで、ね、しかもたった10万円、20万、せいぜい300万ぐらい、300万ぐらいで月利十何万に、10パーになるわけないじゃない。そういうのはちゃんとウィキペディアでポンジスキームね、ポンジっていう人がやった詐欺、みんなからお金集めたものが分配される、金利が入ってますよ。だからもうみんな詐欺一緒なの。最初金利を払うの、払ってほらお金入ってるでしょって飛ぶの。だから新規が増えてる間はポンジスキームっていうのは新しい人が入ってきたものが先に入ってる人にネズミ講でこう入ってきてるから成り立つんだけど、これ増えるのが終わった瞬間に終わる。会社その事業がダメなのよ、やっちゃダメなの日本で。これはアービトラージだとか暗号資産だとか、そういうお金が儲かるよって話はしてない。これは出資法でお金を集めるっていうのは49名までしか言っちゃダメで、それは合同会社のスキームを使ったら499名まで言えるとかいろいろあるの。いろいろあるから今日は置いとくけど、出資法や、合同会社の会社法によっていろいろ基準があって、集められないんだよお金は。誰も集めちゃダメ。それは金商法とか金商法、金商法で集めちゃダメ。ネットワークビジネスは特商法っていうのが、まあビジネスをやっていく上での法律としてあるじゃないですか。それとは別で、まあ暗号通貨、金商法っていう。そう。金商法に違反なのよ。で、特商法にも違反なの。特商法っていうのは会員になるのに1円でも発生する。で、特定利益っていうのはネットワークビジネスの、まあ大概今バイナリーになってるから、2人紹介してみたいな。雇用報酬プランは特定利益っていうので、特定負担、特定利益がある連鎖販売取引っていうのに関しては、これは全部概要書面交付重要事項説明と、書面交付重要事項をちゃんと説明して、その説明にも全部レギュレーションがあって、これを守って初めて成立する。どっちもないの、暗号資産系って。特商法も違反だし、金商法も違反だし、暗号資産でこれ投資したらもっとぐらい儲かる。これはないんですよ。なるほど。特商法にも金商法にも触れてるってことですね。そうそう、特商法にも。だからこれ、ネットワークビジネスとしてはありえないんですよ。なんでそのネットワークビジネスをやるのかっていう話なんですよ。で、ネットワークビジネスって言ったら、ここ大体利益の 30% ぐらいがみんなに還元されるんですよ。うちは 50% だ、嘘、30% しかないんだけど、アメイさんが 23%、ここが基準だからネットワークビジネスの方が 30% をバックする。給料として払うのね。そしたらもともと投資したら 100% は投資して複利になるわけじゃない。それなんで 30% 上に配られるのよ。そんなことなんでやんの。暗号資産やるのとは自分で全額やった方がいいんじゃない、しかも暗号資産でそれで利益確定したら最大 55% 取られるわけ。ね、これ、分離課税ではなくて雑所得なのよ。暗号資産の利益っていうのはね。しかも普通会社っていうのは分離課税だったら赤字になったら翌年赤字持っていけるんですよ。雑所得の場合はそれはもう1年で終わり。で、利益があったら 55%。だからそういうことをしっかり勉強して、皆さんが自らね、僕は暗号資産に投資するのは全然いいことだと思う。でもネットワークビジネスにする必要はないでしょと。
ネットワークビジネスしたら 30% 誰かに上に、あ、だから仕掛けたやつが得だよね、はい、人のお金で自分のコインが増えるんだから。でも面白いもんで、その時の痛みを忘れて今度こそはってまた違う案件に行くわけですよね。だからもうね、何十年も前からトヨタ商事の金の証書ね、はい、金現物がないの、はい、証書だけ渡してたっていうね、ベルギーダイヤモンド、はい、ね、それ炎天、炎天、うん、そういうの事件にいっぱいなってるから、それで、まあ、ここ最近だったらセナーはあったし、ビットクラウンもあったし、はい、ビットリージョンからもうフランスゴールドも何から、はい、それでみんな上の人たちは俺も騙されたんだ、次こそは、だからさ、何回も騙されるバカたちなんだから、だから分かってあなたたちを騙したかもやと思ってね、うん、だからちゃんと勉強して、うん、そんなところで吸い上げられることをやるんじゃなくて、うん、自らが勉強してやったらどうですかね、うん、ネットワークと仮想通貨はありえないってことですか、ね、ありえないです、うん、ありえないです。暗号資産をやりたいんだ暗号資産だけでやってくださいと、はい、FX やりたいんだ FX だけでやってくださいと、うん、誰かに仕掛けられたのやるのやんでください、うん、あのもういい加減気づいてください。暗号資産系のネットワークニュースはダメなんだということですね、はいはいはい、気づいてください、気づいてください、はい。